皆さんこんにちは。フレーズレポーターのジョシュア佐々木です。今回は梅田ゴスペルフェスティバル2019についてレポートします。梅田ゴスペルフェスティバル2019は11月30日土曜日に大阪梅田にある阪急デパート梅田本店9階にある祝祭広場でゴスペルコンペティション、そして阪急3広場特設ステージではゴスペルショーケースが行われました。ショーケースには17チームが出演し、コンペティションには事前審査を勝ち抜いた14チームが参戦しました。今年で4回目を迎えた梅田ゴスペルフェスティバルは、阪急電鉄株式会社の主催、株式会社阪急阪神百貨店の協賛、協力には株式会社毎日放送、そして日本ゴスペル音楽協会で梅田地域のさらなる活性化に貢献するためのイベントです。特にコンペティションに参加するゴスペルクワイアはどのチームもクオリティが高く、日本最高峰のゴスペル音楽コンペティションということができます。会場に詰めかけた満員の聴衆は、長時間のイベントにもかかわらず熱心に歓声を上げ応援をしていました。私は審査委員長としてこのコンペティションに関わらせていただいていますが、参加クワイアのゴスペル音楽に対する真摯さや誠実さに感動しました。多くの犠牲を払い徹底的にゴスペル音楽と取り組んでいる姿はとても美しいです。今回は高校生のチームハイスクールクワイアが接戦を制して優勝しました。チーム一丸となって純粋にゴスペル音楽に打ち込む姿が聴衆に感動を与えました。スペシャルゲストとしてゴスペルレジェンドのブッチ・ヘイワード先生とザ・ソウルマティックスが素敵な演奏を繰り広げました。それではここで日本を代表するゴスペル指導者でありザ・ソウルマティックス代表の池末慎先生にも大会の様子を聞いてみましょう。はい、梅田ゴスペルフェスティバル今回4回目で、14組の皆さんを拝見しました。3連覇した福岡のチームも素晴らしかったですし、でも何かこう吉田松陰の言葉で学ぶことは思い出すことだ、つまりもともと愛とかそういうものは持ってるから、それを引き出すという時に高校生の演奏がやっぱ素晴らしくて、で今の高校生って何か大人を信じたりしないとか、こうゴミだとかうざいっていうそういう言葉を使うと思ってたんですけど、な心からやっぱり歌って、でそれが審査員にこう誠実さとして伝わって、でそこに思いだけじゃなくて技術をしっかり学べたいということ、この若者がいる、それは素晴らしいし、それをゴスペルというのは年齢を超えて一緒に楽しめるっていう数少ない音楽のジャンルなんじゃないかなってすごく本当に改めて感じました。でわざわざ見に来ていただいた方も、足を止めて見に来ていただいた方も、この梅田という場所がこう場所というよりも人と出会う素晴らしい時を、こう織りなすというか、美しい織物のような、そんなような今日はイベントだったんじゃないかと思います。教会でもますますゴスペルが用いられて技術があったけば、たくさんその寂しかった音楽を聴きたいって言って来る方がいると思うんですよね。なので僕はもうこれからもまた、ゴスペルをもっと良くしよう、また教会の音楽をさらに、質を上げていくっていうところによって、悲しみの中に人を救いたいなって思ってます。以上、大阪梅田からジョシュア佐々木がレポートいたしました。